友もでは、韓国出身の女優、歌手、女性アイドルグループ、カラの元メンバー。本名及び、韓国での芸名は、漢字ン,ン、キーイースト所属。身長、167センチメートル、スリーサイズ、B84 センチメートル、W59 センチメートル、H88 センチメートル。2008年、カラに加入。同年7月に、ロックーでデビュー。 2012年、テレビ東京の日刊合作ドラマ、恋するメゾン。レインボーロー,ローズでドラマ初主演。2014年4月、DSP メディアとの専属契約満了により、カラーを脱退し、4ヶ月間イギリスへ滞在。同年8月に帰国すると同時にスイートパワーに所属し、友秀名義で日本を中心に女優として活動を開始。 同年10月からの日本テレビの連続ドラマ、地獄先生ぬベニ W ヒロインの一人である、雪女の雪目役で出演。ファッション雑誌、ノンロのレギュラーモデルにも起用される。2015年3月公開の映画、暗殺教室で映画初出演。原作の人気キャラクターであるセクシーなスゴ暗殺者、イリーナ・イエラビッチを演じる。同年4月から、初のラジオレギュラー番組。 ともひでの季節でパーソナリティを務める。同年10月公開のネットシネマ、そちらの空はどんな空ですかで映画初主演。2016年、自身も出演するドラマ、悲願花、警視庁、捜査7中で主題歌とオープニングテーマを担当、JY 名義で歌手活動を再開。同年9月、ミュージカル、スイートチャリティで舞台初主演。2019年12月、 韓国でも5年ぶりに活動を再開させ、韓国の芸能事務所、キーイストに所属する。2021年3月、日本の芸能事務所、スイートパワーとの業務契約を解消。新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受けて来日する機会がなかなか作れないため、韓国での活動に主軸を置くことを発表した。ソロ活動のみを記載。いずれも、JY に、 ありがとうございます。